馬頃さん、はい、今日はちょっと古のデッキを使ってちょっとデスマッチをやりましょう。いいでしょう。デスマッチ、これ2個とも今用意したの同じデッキですらしいね。同じデッキなんだけど懐かしいカード、こういう懐かしいカードが書いてる。バニラとかでワイトとかは外れ枠で、はいはいはい、外れ枠で、まあ、ジャッジマンとかもいる、うん、いいし、なんか昔使ってたこと万能地雷グレイモヤとか入ってたり、まあ、程よく小学生デッキ、みんな使ってた小学生の頃のデッキ同士のバトル、だ引きとプレイングの勝負、生贄とかで戦った時代の、そう、ああいう攻撃力高いやつが、生贄デーモンの召喚とか最強だったじゃないそうあの頃のバトルをちょっとやりたい。なるほど。で、まあ、ただやるだけだと面白くないんで、こう日本選手やっていただいて、いい負けた方罰ゲームで、こちら優勢でマッキーちゃんで、勝った方は負けた方の腕に何でも好きなものをかけるということで。俺それ知ってんだよ。うんこかくじゃん絶対。うんこかわかんないですよ。好きなものかけるんだけどね。好きなものなんでね。うんこかわかんないです。うんこもかける。うんこ10個かけるし、腕にかける。料理制限もないってことだね。制限ないですね。腕ならもう入れ墨のようにうんこかけるから。ちょっとやりましょう。二先なんでね。勝っちゃいいんだもんな。二先で勝っちゃいいもんな。いいでしょ。じゃあ。いきますよ。ほら、おかしたぜ。はい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 。最初はグー、じゃんけん、はい。はい、よっしゃい。高校ですね。高校は殴れる方が、殴れて引ける方が強いんだよね。強いからね。さあ、勝負ですよ。なるほどな。どうぞ先行。イニシエのデュエル。なるほどな。きちいな。すごい。クソバニラ来ちまったな。気分がいいな。じゃあ、まず俺は砦を守るよく言う攻撃でしょうか。スーパーレア鳥の枠守る抑留だと、カードのテキストが小さいんだぞ。攻撃力1400だ。なんて強いんだ。カード2枚セットだな。ダイエンド2枚セット怖えな。トラップカードかやばいぜお前。そんなカード俺が持ってるな。デカハンター、もう1850強すぎるぜ。450も高いだと。いくぜメカハンター。1850、1400に攻撃。リバースカード収縮。カハンターの攻撃力を半分めんどくさいから25とかね。何25?925 925で1400にアタック。というか475ダメージ。でも返り討ちだから475ダメージじゃん。475ってなんだよ。計算音で打ったことで475って初めて俺も見た。そう、しょうがねえな。わあ、でも伏せるか。しょうがねえな、伏せます。態度です。やべえ。ああ、なんか嫌だな。怖いな。じゃあ俺はもう早く攻めた方が勝てるんで。やめろやめろ。サイクロンでこっちまで一手に破壊。うわ、リビネなんだ。早く攻めた方が勝てるんだ。死者蘇生だ。やめろやめろやめろ。俺はどんなちっちゃいモンスターでもすぐに使わせてくれ。マジでやめろお前。ふざけるな。バトルグリーン。やばい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 。翼竜とメカハンター5匹。まず1400と。取ります。1850。いや強すぎるだろ。強すぎる、それは。メカハンター強いな。待ってくれ。で、ターンエンド。私のターン。おう。やべ。ちょっときちいか。楽しいなこれ。ちょっときちいか。切り込み隊長。わあ。ただ、手札からレベル4以下を出せるんだが、レベル4モンスターなんて俺の中で存在しないぜ。お前切り込み隊長舐めるなよ。重力のグラールだ。わあ、出た。火力が500アップ。さらにこのカードがフィールド上に表が表示存在する限り、相手フィールド上のモンスター表示形式を変更することができない。守備表示にできないだと。守備表示にすることは許せないぜ。ダメージを受けてしまうではないか。切り込み隊長でアタックするとき、俺も収縮持ってる。925。93がめんどくさい。不安になってくるよな、こんな計算やると。一桁の数字とかもここまでライフやったことない。775、メガハンターを撃破。やるじゃねえか。ターンエンドだ。俺のメガハンターをドロー。お前、砦を守る欲には逃げられないぞ。守備表示で逃げることは許さないぞ。くそ、一方的に殴られるしかないのか。だとしたら、でも攻撃力1700なんだろ。1700だ。上回ればいいんだよ。じゃあ、イグザリオンユニバス1800だぞ。待て、イグザリオンユニバスに効果があるぞ。効果は発動しなきゃいいんだろ。効果があるぞ。効果が1400にして殴れるぞ。効果が発動できるだけなんだよ。なんで俺自分で下げなきゃいけねえんだよ。1400して殴ってくれ。しかもこいつ守備表示モンスターに対してしか発動できないから、結局意味ねえんだわ。ふざけんなよ。バトルフェイスイグザリオン攻撃。よくらった。100
1400ダメージ。お前このデッキを舐めるなよ。このデッキは聖なるバリアミラーホースが眠っている。お前のデッキに入っているということは俺のデッキにも入ってるんだよ。大変だ。俺とドロー。あ、まだわかんないっすよ。2775だと。まだわかんないっすよ、これ。まだわかんないっすよ。フラッシュミヨーシターエンド。わかんないのか、これ俺のターン。だったら俺はさらに強いか。うわ、チェネルがインチキだろ、お前。攻撃力2000だぞ。お前、この時代に2000はインチキだろ。効果何もデメリットなしの2000だぞ。2000強すぎるだろ、お前。強すぎるだろ、お前。バトルプチ。ジェネリック。反則だろ、お前。戦闘じゃん。おぉ、だから魔法カードの回収。魔法カードだろ。俺は何なら勝てる。あ、俺は何なら勝てる。あ、でもそうか、ダメ。15度のグラウンド。だからどうした勝てんねえだろ。イグザリオン攻撃ス攻撃うわくそあー頭使わねえ。これは練習に過ぎない。なるほど。練習に過ぎない。でも練習の勝ちは勝ちだからね。そうだな。二先なんだろう。まこのデッキ内容俺は知ってるからね。そうだな。なんでくれてまでだよ。おお、なるほど。なんでくれてやったまでだよ。まず俺に勝たせて気持ちよくしてるんだな。なるほど。そこから2連続で叩き落とす。知ってるかい、動画の尺というものを。まだまだ最低時間。尺があるからな。まだあと20分ぐらい残ってるかもしれないからな。尺があるかもしれないからな。これで動画時間短かったら察するのやめてくれよな。そうだな。あと5分で終わったかもしれない。俺が2分半で2連続勝利をしてみせるぜ。じゃあ俺はもう一回お前のメカハンターの攻撃が半分に叱ってやるよ。おいよ。75のライブにしてやるよ。おら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 。おい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 。まあ俺は勝ったんでね、選ばせてあげよう、先行後攻。あ、じゃあここで失礼します。自分ここで失礼します。そうでなくてはな。なるほどな。切り込み隊長召喚。何そうなんていない。カードを3枚セットしてターンエンドドロー。でもあのトラップ怖いんだよ。トラップ怖いんですよ。私のデッキトラップかどうかわからないからね。私のデッキトラップ怖いんですよ。どうすっかな。よく集めたな、同じカードなんて。サーメンドラゴン召喚。パワー1900。強いよ。これチラチラ見て発動するの何か迷うのやめろ。いや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 、やめろお前。 いっぱい伏せちゃうと分かんなくなっちゃう。サーメンドラゴンで切り込み隊長に攻撃。なんでお前やってくれんだよ。バカ。いやー、チライボヤ。グレイボヤだ。古い方のやつだ。万能地雷グレイボヤ。なぜ突っ込んできた。攻撃力が一番高いモンスターが取られてしまう。サファイアしかいねえけどな。俺はターンを終了するぜ。セカードだとドロー。来たぜ、生贄。生贄？生贄だぞ、デーモンの召喚。デーモンの召喚強すぎる。1体生贄2500だぞ。強すぎるデーモンの召喚は。2体生贄のレッドアイスより強いんだぞ、こいつは。なんで強いんだ。レッドアイスを馬鹿にするな。レッドアイスはこいつの融合素材だから。レッドアイスを馬鹿にするな。デーモンの召喚で攻撃。お前だけだよ。イラスト違いのグレイボヤな。みんなが使ってたもんな。やってる。ターンエンドだ。俺ターンドロー。このカードは強い。あ、いやこれ強いな。俺は切り込み隊長召喚。さらにこのカードが召喚に成功した時、手札がレベル4以下モンスターを1体トーク召喚する。言うというのが強い。ラスラジ。それは強い。もう1800。それは強いな。切り込み隊長で攻撃。まずい、痛い。ラジンでも攻撃3000だ。そうそうそう、3000だ。合計3000だ。戻すな。3000だ。はい。強すぎる。強い、火力が高い。ターンエンド。俺のターン。あー、まずいですよ。俺のデーモン、なぜ強すぎる。ターンエンドだ。俺のターン。何もできないだって。見せてやろう。痛いのモンスターを生贄に捧げ。まさかお前がそれ。ブルーライス。ホイントドラゴン。最高のレベルだ。バーストストリーム。高そうはさせて。闇の呪縛だと。攻撃を止めさせて。貴様、俺のブルーアイスホワイトドラゴン。ターンエンドだ。お前に攻撃はさせない。ありえん。なんでだよ、セットターンエンドだ。俺、しかし俺は攻撃ができない。どうすればいいんだ。俺はクリッターを攻撃をして召喚。パワー1000アタック。いいだろう。よし、いいでしょ。あと4ターンだ。いいでしょ。クリッターで削ってたよ。ターンエンドドロー。来いよ、そろそろターンエンドだよ。おい、どうなってんだよ、お前のデッキ。お前のデッキは危なくない。お前の運命力が足りない。デュエリストとしての。いつもこうクリッターで攻撃だよ。まずい、3ターンだ。まずい、俺の命は当たったんだ。ターンエンド。クリッターに殺される。お前ふざけんな。
大変だ。どんな手出して、多分バニラ上級で事故ってんだろうな。お前のデッキどう、ホーリーエルフで殴るか。やばい、火力が、火力が高い、ホーリーエルフが高い、火力が高くなってきた。もうそろそろ出さしかないな。もうミラーフォースだと、もう耐えられないな。クリッターが墓地へ送られた時、ミラーフォースだ。攻撃力1500以下のモンスターを手札に加えることができる。いいだろう。なんて強いんだ。1500以下のモンスター、俺が選ぶのは、どうして俺はホーリーエルフの攻撃に。俺が選ぶのは翻弄するエルフの剣。あーやばいよ、こいつは強いぜ。強いよー、ターンエンドだ。下手に強いやつだよ、そいつ。ドロー、え、動けないの。動けない、もしかして。ターンエンドだ。動けないっすか。動けない。翻弄するエルフの剣、切られる。攻撃王子召喚、切られる。重力の斧グラールを装備、パワー1900、そして1900以上のモンスターと戦闘で破壊されない。強い、完全なるコンボだ。攻撃ちゃんとコンボになってる。1900のダメージ、ざまみやがれ。まずいぞ、ターンエンド。だろ、死にやがれ。舐めやがって、一生手札事故っとけ、お前。マジ手札事故だよ。事故ったけど、これ表守備できないだけだよね、裏はできるよね。あ、できるできる。大変だ。どうしようかな。うわー。ペガサスさん、ワイト弱すぎ、ワイト弱すぎだろ。引き弱すぎだろ、お前。ありえません。大変だ。ユイの負けです。ユイが負ける、死になさい。砦はもう緑色に惑し、なに攻撃力1000アップだ。2400、これでやられはしない。何、これで俺はやられはしない。何だと、ターンエンドだ。何だと、俺はこれで耐えてみせる。攻撃は怖いからしない。ライトニングボール、コストダウン、ダメだ、ダメだ。リーニングネットの読み声、ブルーアイスホワイトドラゴン、オロビオバース、バーバー。いいね、なんだよ、見ろよ、だってよ、こんな弱すぎ、ひどすぎるだろ。違いよとジャッジは、なんだよジャッジバットで、サンクチョッカーブルーアイズ、生贄揃いだぜ。一番弱いやつばっかりいるんだよ。ハズレはこう引きまくったようだな。なんだよ、お前のデッキ強えじゃねえか。俺のデッキ強い、俺が俺の力だ。これで負けた方の腕は漆黒に染まるからな。これ最終戦、最終戦、最終戦、最終はグー、あ、違う、やるよ、負けたから。最後、負けたからやる、最後、1-1だから。いや、俺もらってるから、いいっすよ。じゃあ高校に決まってんじゃねえか。じゃあ高校に決まってんじゃねえか。強いんだな、先行でも強いんだな、これが。いいじゃねえの、かかってこいよ。俺はカードを裏側守備表示でセット。なるほど。さらに2枚のカードもセットするぜ。ターンエンドだ。怖いな、あのセガのドローだ。ドローだ、シールドクラス。うわー、岩石の巨兵。硬い。守備力2000。強かった。岩石の巨兵が。さらに俺はジェネティックワールジェネティックワール。セットして、強すぎる。ジェネティックで攻撃、ジェネティック2000だ。強すぎる。お前インチキカード引くなよ。お前が、俺はさっき何も引けなかったんだ。ターンエンド、ドロー。今度は俺の番だよ。お前このデッキ一番のインチキカード見せてやるよ、お前。サイバードラゴン、あ、インチキだ。ちょっと時代進んでるじゃん。ちょっと強いやつじゃん、サイバードラゴンで攻撃。みんな憧れたやつだよ、それ。じゃあ死んでもらおう。ふざけんなよ、お前。では、ふざけんな、死んでいただこう。ふざけんじゃねえよ、終了だよ。あー、ドロー。やばい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 っすよ、やばいっすよ。ウザリオンユニバース、グラールをワウルフに装備、やばいっすよ、やばいっすよ、やばいっすよ、ジェネティック攻撃。闇の呪縛、止められた。しょうがねえな、じゃあイグザリオンで攻撃だ。1800高えよ、ふざけんじゃねえよ。それでも十分高えからな。ふざけんじゃねえよ。どうやって巻き返せって言うの。ふざけんじゃねえよ、マジで。超えてみろ、1850。メガハンター1850、超えてきた。メガハンターで当たる、1850、50のダメージ、ダメージ。ターンエンド、痛くねえな、50なんて痛くねえな。超えてきやがったな。でもワウルも殺してるからな。ワウルも負けねえよ、セットでターンエンドだ。700ダウンして、お前は今火力が2500だから1800じゃないか、お前。ギリまた1800じゃないか、お前。また50じゃねえかよ。じゃあ1800にアタックメカハンター、はい、50。
グラールも死んで、まあ、50ダメージぐらいやったら痛くねえな。はい、ターンだよ。俺のターンだよ。呪縛も死んだ。あ、呪縛も死にます。では、蘇らせる。なに再びワールド。なに召喚する。なにお前。さらにモンスターセットして、攻撃へメガハンター。収縮。あー、ちっちゃくなっちゃったよ。収縮。850ダメージだよ。マジでマジで食らいやがれ、マジで。クソは、やるじゃねえか。あれ見ても消えろ、俺。あ、ばばばば、やるじゃねえか。そうですね、俺最強のカード引いちまったわ。俺最強のカード引いちまったわ。メカハンターだけでこんなに強いのに、まだ強いのがいるっていうのが。最強のカード引いちまったけどな。何引いたっつんだよ、お前。かな。やめろよ。人食い虫マジかよ。からの2体のモンスターを生贄に捧げ、まさか攻撃一番の大当たり枠だぜ。アンティギアゴーレム。俺も返せないじゃないか。フルバイスより強いの引くなよ、お前。アンティギアゴーレム、アタック。何も発動できないじゃん。はい、タイムです。お前それ結構先のカードだからな、お前それ。ダメだ、守備も貫通されるんだよ。さようなら、ウママロマン。あー、まずいな。アンティキアゴーレムで攻撃。さ、1000の貫通ダメージだぜ。これ死ぬんじゃない。1800で攻撃。いやー、もう痛い痛い。ダメエンド。当たりすぎるだろ、お前、これだって。まあ、もう今、もうミラホーサ間に合わないみたいな。そうね、もうどうしようもねえから。ミラホーサ間に合わない。しょうがない、時空抱きだ。守備が高い方だと。そうだよ、バカだ。なによっしゃ。アンティギアゴーレム、ギアゴーレム消滅なのね。しかしターンエンドなのね。おやおや、まずいのね。おやおや、トリネオマゴレム召喚。攻撃、トリネオマゴレム2体目出して、マジックシリンダー。足りない。ゴラジー攻撃。撃破。ウママの撃破。さあ、お前の腕を差し出せ。なんで人のカード。お前の腕を差し出せ。なんで人のデッキで負けてうんこかがざまみやがれ。いいだろ。あ、お、いい腕時計してますね。じゃあこっちにしようかな。腕時計は人前で見るから、ちょっと人前で見るから。じゃあ、俺ね、やっぱ時間は大事だと思うんですよ。そうですね、ママさん、腕時計してるから。時間は大事だと思うんですよ。腕時計もう足りてるわ。時間は大事だと思うんですよ。横に長い。あー、もう3時しか分からない。俺のはね、めちゃくちゃいい時計だから。はい、分かる。思ったよりちゃんと時計してる。俺のめちゃくちゃいい時計だからね。これが、そうですね。でもいい時計だけどさ、この時計問題なのがさ、動かないんだよな。ロレックスにしてあげる。スペルが分かんない、ロレックスの正式な。ロレックス準備しといてよ、それは。あ、違う、 L じゃねえ、最初 R だわ。もう偽物じゃん。あ、もう遅いよ、歯見えてる。ロレックスにしてあげる。ロレックスこれ逆から書いてるけど合ってる。合ってるけど合ってねえよ。なんで、でかくなった。でかいやつじゃん。やったー。古いやつじゃん。ロレックスや。やったー。ロレックスの時計買ってもらったよ。やったー、おめでとう。でもこれ高級時計。ロレックス高いよ。知ってる？でも高い。3桁とかするよ、普通に。めっちゃ高いよ。めっちゃ高いけど、これね、0時15分から動かない。